才能のウルトラヘブンのフィギュアじゃねえか。そうだ、すげえ。有名な研究士による99体限定の極めてレアな品だ。よく手に入ったな。それだけじゃない。あ、このマタニティブルーは10体限定の超極めてレアな品だ。なあ、そんな人形で盛り上がっててええんか。最近スケート団何も活躍してへんで。ボスン、あかん、ナーバスになりよったわ。だって別に依頼もねえしな。なんかないのか、スイッチ。ここ最近学校付近でひったくり犯が出没しているらしい。ひったくり？ひったくり？ひったくり！それだ。どれ？早速捕まえに行くぞ。それはさすがに警察の仕事やろ。関係ねえよ。スケート団の仕事は困ってる人を助けることだ。ラララララララ。どうぞ。お？ん？なんだ？ちょっといいですか？あなたは。まさか、まさか、あなたは神様？誰？僕は日野原エンタ、漫画家なんだ。漫画家？納得や、見るくらにうさんくさいもんな。うさん？まあいいや、それで今日は取材に来たんだ。取材？そう、今度連載したいと思っている学園漫画の参考にね。で、取材許可がてら、生徒会の取材してきたんだけど。生徒会？うん。何それ？あ、これ？これはネタ帳ね。ここからあのエンタやりますとか、日野原いずるところの天使とか、数々の名作が生まれたんだよ。おエンタやりますと日野原いずるところの天使？うん、知らねえ。あ、そう。まあそんなわけで生徒会に行ってきたんだけどさ、いや面白いね彼ら。生徒会を主人公にして学園のトラブルを解決するなんて漫画はどうかと思ってさ。いや実はね、生徒会長にここを紹介されたのよ。いいアイデアもらえるかもしれないってね。アイデア？俺たちをモデルに助っ人団漫画家スタート、大ヒットアニメ化。スケット団には実在のモデルが。俺人気者。なあ、俺たちが使えるアイデア出して生徒会に勝とうぜ。なあ。おいやー、日野原先生、何でも聞いてください。ほら、日野原先生にお茶。何や偉そうに。あ、お茶っぽ切らしてたんや。お、コーラあるやん。誰のかわからんけど、これでええわ。これよか。どうぞ。ありがとう。で、早速取材始めたいんだけど、やっぱり漫画はキャラクターなんだよね。だから主に君たちの人間的な部分について知りたいの。それで主人公はリーダーがいいから。あ、リーダーは？わーい、ほら、俺です。来た、俺の時代。ボスはほんますごいで。それも主人公向きやわ。よう見たってや。じゃあ特技から教えてもらえるかな。特技？そう、特技。特技？うん、特技。特技？ほれ、あれあるやん、ゴーグルの。おー、そうそう、それだよ、それ。もう何忘れてんだよ、俺もう。何、何？俺。俺。集中力があります。集中力、何それ。何って、立派な特技でしょ。立派。あかん、もう一つ分かってへんわ、この人。もう見せとるよ。見せる？ボッスンはな、ゴーグルかましたらごっつ集中しようねん。よう見とけ。大丈夫かいな。あ、うわ、久々にやったら疲れたぜ。いや、あの集中した。何が？え、今すげえ集中してたじゃん。まあ、傍から見てもわかんねえと思うけど。ダメじゃん。じゃあちょっと待ってて、この針の穴に糸をザクザク通していくから。ザクザク。そんな少年漫画の主人公いねえよ。なんなの。もういいです、別の部活の取材に行きます。お疲れした。ちょっと待って、武器があるんです。武器がね。武器？そう、集中力を生かした武器。なんだ、そういうのあるんじゃない。いいね、集中力を生かす武器ってことは気を貯める的な。あ、燃えがるコスモスとかカメハメハメとか。言うたれ言うたれ。スリングショットってまあパチンコなんすけど得意です。2番手3番手だよ。え？2番手3番手のキャラならね、まあなくもないよ。でも主人公の武器がスリング、何？パチンコでしょ。ないよ、ない、ない。あるよ、まだあるよ、特技あるよ。いいよ、聞くよ、いくらでも聞こうじゃないの。あの、ガン、だから。どうぞ行ってみて。
あの絵がうまいです。ほら見ろ、少年漫画の主人公だって言ってんでしょ。なんじゃ成立しないよ。そうですね。あかん、完全に自信なくしとる。特技はもういいや、性格は。性格はボス、優しいやんな。優しいとか明るいとかじゃなくて、もっと他にはない感じで一言で言ってみて。性格を一言で、一言で、卑屈です。やだそんな主人公。はい、お疲れした。待てよこらー、もっとちゃんとボスのこと見てらんかい。助っ人団作った男やで。半端な取材しとったらいてこましたんかい。姫姉様、君名前は。え、ちょっと話聞かせてもらえる。話、ちょっと待て、何姫子に興味持ってんだよ。今の短歌しびれちゃったよ。いいキャラしてんじゃない。いいキャラって、ただ単細胞で気が短くて喧嘩っぽいって、ホッケーのスティックを武器にしてて、昔は伝説のヤンキー鬼姫だなんつって恐れられてて、気持ち悪い雨が大好きな大阪で生まれた女の女。すっごいいいキャラだよ。もっと話を聞かせてくれないかな。前のカフェにでも行かない。え、嘘、おごってくれはりますの。いや、しかし、まっことボスンの魅力はこんな取材だけでは伝えきれないぜ。あれ、今の声何？腹話術？パソコンの合成音声ですが何か。なんで？喋りたくないからですが何か。ちょっと君、名前は？スイッチと呼ばれています。いいキャラだ。今暇？僕、今暇です。待ってって、こいつもイケメンで物知りのオタクで、天然を装った計算ボケで、情報通だったり妙な目が作ったり、メールの文面が気持ち悪いんだよ。初版で絶版になったエンタやります。日野原いずるところの天使は僕の宝物です。聞けよ。君しかいない。美味しいものでも食べながら話さないかい。僕、今暇です。ああ、